スーツ 14.2%、 それが第1話の視聴率。この前のクールの絶対レイド、未然犯罪潜入捜査の 10.6% を大きく上回る好スタートなんだけど、ウェブサイトビジネスジャーナル10月9日付でドラマウォッチャーの吉川織部はこんな解説を。第1話 14.2% という数字は月9ドラマとしては昨年7月クールのコードブルードクターヘリ緊急救命サードシーズンの初回 16.3% 以来の高い水準だ。ちなみにその後は3期連続で第1話は一桁台に低迷したが、全クールの絶対レイド未然犯罪潜入捜査で 10.6% とようやく2桁発進に戻した。その流れを受けてかなり幸先のいいスタートを切ったことになる。とはいえこれをもってフジテレビ月9ドラマ復活の兆しと持ち上げるのは早計だ。確かにここ最近は視聴率の高低に関わらず意欲的な作品作りをしているように見受けられる。だがスーツがここまで高視聴率を獲得した理由は、おそらくフジテレビのドラマ作りが視聴者に評価されたためでも、作品が良かったからでもない、原作に人気があったからというだけの理由だ。近年は視聴者の好みも多様化しており、普段は海外ドラマしか見ないという人も少なくない。そんな人もスーツの日本版が作られると知り、どんなものか一度見てみようと思ったとしてもおかしくない。要するに第1話視聴率はかなり下駄を履いた数字だったのではないだろうか。問題はまずは一度見てみようと思った視聴者にとって第1話の内容が耐えられるものだったのかどうかだ。この問いに対してはなかなか厳しそうだと言わざるを得ない。第1話は人物紹介や設定の説明に尺を取られるため難しい面があるとはいえ、面白いと思える部分がほとんどなかったからだ。むしろ頭の中に浮かんでくるのは疑問とツッコミばかり。会のクライアントにたまたま海外を拠点にする実業家がいて、その男がたまたま弁護士資格を持っており、もはや弁護士としては活動していないのに弁護士会にはまだ席を置いていて、中島演じる小物の犯罪者鈴木とたまたま名前が似ていたので、弁護士資格を持たない鈴木にその経歴を乗っ取らせたというあまりにも都合のいい展開には呆れて物も言えない。同枠で4月クールに放送されたコンフィデンスマン JP のようなコメディードラマなら、これくらいの緩さも笑って許せる。だがこれから弁護士として活動しようというのに、その前提がこんなにガバガバな設定では、どう考えても早い段階で他人の経歴を詐称した偽弁護士だと見破られる展開しか見えてこない。そもそも今時はインターネットで検索すれば顔写真だって出てくる時代だ。なぜ顔はそのままでも別人だとバレない設定なのか意味がわからない。弁護士ドラマとしても全くパッとせず、たまたま相手側の弁護士の息子が違法行為をしていたので、それをネタに脅したというだけのつまらないオチ。ストーリー展開が何から何まで偶然に頼っていて全く面白みがない。もっと頭を使って相手を追い詰めるドラマが見たかった。脚本演出ともに出来が悪く、笑いもしなければハラハラドキドキもせず、最後にスカッとするわけでもなく、ただただつまらなく、テンポの悪い映像を約1時間半見せられたというのが正直な感想だ。なるほどね。ふん、全くもってっていう感じなんだけど、一方ね、ウェブサイト日刊再造10月13日付によると、今後の視聴率の推移は未知数だが、現在のところは成功と言える。今後フジテレビが目指す方向性を規定することになるのではないか。とある芸能関係者の話によると、今やテレビは中高年向けのメディアと言えるでしょう。若い世代に織田裕二と鈴木保奈美の知名度はありませんから、やはり番組の視聴者層はかつてリアルタイムで東京ラブストーリーを眺めていた世代だと言えます。今後はこうした懐かし系の企画を連発していけば、ある程度の視聴者数は確保できるのではないでしょうか。フジテレビは1982年から93年に日本テレビにその座を奪われるまで、民放では視聴率トップをキープしていました。トレンディードラマでも前出のトーラブのほか、江口洋介主演の一つ屋根の下、武田鉄矢と浅野敦子の異色タッグによる101回目のプロポーズ、木村拓哉と山口智子が年の差カップルを演じたロングバケーションなど、数多くの名作を生み出しました。こうした黄金期の遺産があるので、その人脈を使いこなしていく道はあるでしょう。
特に元スマップの木村拓哉は新しい仕事を模索中だけに何らかのサプライズがありそうですね。とのこと。なるほどね。ふん。ということで、何はともあれスーツ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。